皆さんは飛行機に乗ったことありますか？ちなみに僕はあるんだけど、着陸するとき怖すぎて、ちびれかけました。よーお前らテルトだということで、今回なんですけども、今回ですね、なんと、空港で働くゲームやっていこうと思います！イエー！どうやらね、キャラクターを選択してくださいって書いてあって、お姉さんと、ちょびひげのおじさんがいると。これはね、もうね、ちょびひげのおじさんを選択します。選択。やる気マックスだね。さあ、来ました。お客さんだね、1日目。こんにちは。私の名前は、チム・クリズっていうのかな？わかんねえ。なんか可愛い顔してんね。待ってみんな。パスポートの名前見てこれ。ハンク・ゴンザレスって書いてあるんだけど。これは、パスポートを偽造してる可能性があります。ちなみに、ここにいるおじいちゃんが、もう少しでハゲそうだなと思う人は、これかチャンネル登録しててね。いや、これはね、うかがわしいですよ。誤った情報を書いていくと、ここ、見てください。もうこれはね、逮捕です。ナイス！待って、警察3人がかりで来たんだけど、今。さあ、私の名前はジャクソン・モアです。お、これ合ってるね。でもね、鼻にウィンナーがついてるので、これはうかがわしいかと思うんだけど、まあ、承認しましょう。素晴らしい。なんだこいつ、ピーマンの擬人化みたいなやつが来たぞ。こんにちは。私の名前は、メリー・ジョンソンです。はぁ、イバナって書いてある。全然違うじゃん。写真は合ってるんだけど違う。まあでも、ピーマンなので、仕返しが怖いから承認しときましょう。上出来。本当かよ。さっき、通しちゃったんだけど。さあみんな、空港の仕事、じゃんじゃんしていくよ。なんかね、どうやらショップとかもあるね。なんだこれ。すげえ、お金がある。なんだこれ。お金ゲットしたよ。なんかよくわかんないね。コーヒーに吸われていったんだけど。なこれ。あ、コーヒーショップができた空港の中に。すげえ。さあ、どんどん仕事していきます。おじさんがいるんだけど。待って、みんな見て。脇にバナナつけてる。しかも、もう片方の脇にアヒルのおもちゃつけてる。これはいい人だから、承認したいんだけど、足になんか、銃悪くない？これ、身体検査します。どうですか？その鼻のウィンナー怪しいんじゃないですか？それ。大丈夫ですか？バナナが出てきました。この脇にアヒルが出てきた。素晴らしい。さあ、ラスト。銃がやっぱり出てきたね。焦ってます。これは、逮捕ですよ、もう。来た。警察官3兄弟。なんだこいつ。なんか黄色いワシャワシャつけてるよ。こいつもウィンナー族だ。ウィンナー族なので、とりあえず身体検査しましょう。うん。何も発見できませんでした。いや、ウィンナーの人は怪しいと思ったんだけどな。みんなね、テルト空港の治安は僕が守っていきます。さあ、僕が逮捕した人の事情聴取をしたいと思います。さあ、リボルバー所持を発見、銃をね、持っていたと。どうしてこんなところに呼び出されたんだ？わかってるだろ、お前。銃を所持していたからだ。そうだ、そうだ。落ち着いてください。これはただの土産ですよね。これは実物。つまり違法なものですよね。あ、泣いちゃった。でも高かったのに。問答無用。警察に引き渡してもらいます。はい。ありがとうございます。逮捕ですね、逮捕。ステージクリア来た！さあみんなまたショップ来たよ。スターバックスでね、めちゃくちゃ売り上げたわけですよ、これ。このお金を僕が回収していきます。なんか買える？これなんか買えるね、ここ。これ何ができる？あ、椅子だ。これはありがたいね。もう素晴らしい。さあ、ということで2日目のお仕事やっていこうと思います。やあ、私はバーバラ、ミッチェル、47歳。21。隠し事なんてありませんよ。なるほどね。これ怪しい。本当は年齢詐欺をしている。うん。本当は、ちょっと若く見えるからね、この子。大丈夫でした。失礼いたしました。こんにちは、私は、バリー・ハンプー。動物の言葉がわかる。38歳です。動物の言葉はね、わからないので、伺わしいです、こちら。はい。いや、どうやら本当に動物の言葉がわかるみたいです。エクセレント。なんか怪しいおばさん来たぞ。私の名前は、ミア・ジョーンズ。32歳。みんなやばい！年齢偽ってます、これ年齢をね。年齢詐欺で、逮捕です。もうね、年齢を詐欺したらもう逮捕の世界なんですよ。いい仕事ですと。待ってみんな、見るからにもね、怪しいクルクルのハゲが来た、ハゲが。お前見せてみろ。なにこれ、警備員、なんだ、こいつなんか人質取ってるぞ。100万ドルと、メキシコへのチケットを出せ。やばい。なんかね、ファッションセンスがなさすぎる。この黒のジャケットにピンクのズボンを履いたじいさんを人質に取っています、このハゲは。私にはそんなことできませんよと。
まずは時間がないんだ。ただいま全速力でお金を集めている最中です。ダメだ、お前は信用できん。待って、みんな、これスタンガン撃てるんだけど、やっちゃう？やっちゃいます。みんな、このハゲの頭に撃ちます。いくよ、狙いを定めて食らえ。イエーイ。スタンの威力やばすぎでしょ。そしてハゲはどこかへ行きました。待って、この人さ、お腹にコウモリ住んでんだけど、すごくない？これ身体検査します。さあ、失礼しますよ。コウモリがいた。待って、お尻にヘビもいいんだけど、こいつ昆虫マスターだね。承認しましょう。うん、やばい、めっちゃ適当な仕事してんのにいい仕事っぷりですねって言われたんだけど。さあ、逮捕した人たちへの事情聴取でございます。異国への動物密輸入だったんだ。あれね、君ってキュートだね。うん、ありがとう、もう言っていいよ。オッケー。可愛いって言われてたらしょうがないよね。待って、上出来なのこれ。このゲームおかしくない？僕が一番クレイジーだと思ったんだけど、このゲームが一番クレイジーでした。さあ、密輸品を嗅ぎ分けるためにワンちゃんを連れてきました。ワンワン可愛いね。はっ、待って、高評価のハゲじゃん。おお、これは私の最新の実験だよ。前回の実験は素晴らしい爆発を見せてくれたっけ。待って、爆発物持ってんの？これは逮捕でございます、さすがにね。待って、みんな新衣装が今すごいダサそう。さあ、僕が大好きショップコーナースターバックスでね、荒稼ぎしたお金を吸い取っていきます。ありがとうございます。でベンチもなんかめっちゃお金貯まってるね。有料なのかな。さあ、1250円なわけなんだけど、ここなんか鍵ついてるけど、いけるぞこれ。レッツゴー。え、次のエリアじゃん、すげえ。待って、この1500円のハンバーガーショッピングが気になりすぎる。待って、みんな、忍者が来た。これ何か絶対なんかされるよねこれ。いや、私がかの偉大なベンジョミン・ウッドだ。コスタリカ出身の46歳。あ、でも合ってるね。もうこれ素晴らしい証人でございます。ちょっと早めに切り上げられないかな。待って、チップもらっちゃったんだけど。ダメです、もう馬車馬だらけのように働いてもらえます。あの、この人本物だね。承認しときましょう。仲えそうな人来たぞ。いや、これが私のパスポートだよ。待って、名前も名乗らないし、顔がそもそも違くない？鼻の形が違うよ。こっちウィンダーなのに、つくねだね、つくね。これは伺わしいでございます。もう顔が違う、顔がね。逮捕です、逮捕。ナイス、素晴らしい、よくやりました。やばい、怪しいハゲが来た。お腹に何か隠してるぞ。これ何？これ何なんだ？チョコバー。ハゲがチョコバーを隠し持っていた。これ逮捕です。もうみんな、これは逮捕だよ、逮捕。ちょ待って、そろそろ真面目にやるわ。なるほどね、忍者が来て手裏剣じゃないこれ。待って、これは絶対やばいよ。手裏剣とパンツ、まあ、パンツは、まあ、パンツは許してあげるか。これ剣じゃない多分。これは危なかった、本当に。これはさすがに逮捕しましょう。忍者も空港に乗る時代なんだね。さあ、この人は特に大丈夫そうなので通しますと。さあ、みんな、新しいモード来たよ。これ荷物検査じゃない？動物の密輸が禁止って書いてあるね。オッケー。さあ、可愛らしいリュックの中身は、なるほどね、歯ブラシとサングラスとクリーム。まあ、これはいいでしょう、エクセレント。待って、なんかいるぞここ。なんだこれ。え、これ何？ブッブー、カメだったのかな、カメ。さあ、帽子と雑誌だね。逆にこれでよく海外旅行に行こうと思ったね。承認します、上出来ですと。ナイス。さあ、密輸品を嗅ぎ分けるね、天才 IQ200 のワンちゃんがやってまいりました。待って、なんか電波みたいの立ってるよ。どの人だ？あ、こっちからなんか密輸の匂いがするぞ。この人じゃね？爆弾だって。何をバカな、これはその時計だよ。これ爆弾じゃねえかよ。逮捕です。イエー、ナイス。さあ、みんな、お金がまた貯まっているよ。これこれちょっと期待できるんじゃない、これ今回。おー、結構いったね。あー、だけどハンバーガー屋さんにはちょっとたどり着けなかったので、電話ボックスを作ろうと思います。いいね。はい、ということでね、今回の動画どうだったかな。みんなもね、飛行機に乗ってお出かけするときは危ないものを持つのは気をつけましょう。ということで、この動画が面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最近ね、マジでね、登録してくれてる子が多くてめちゃくちゃ嬉しい。高評価もね、コメントもいつも見てます、ありがとう。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。